君は棟梁って呼ばれてた人だな。俺は本当に同志なんだ。信じてもらえないかもだけど。本物か偽物かなんて関係ない。何者かの顔領域を感じます。何だって。ここから離れましょう。あれ追ってこない。どうやらあれは腰入れしたのではないようですわ。その証拠にあの人に反動が出てしまっている。あれはデゼルさん。知っているのかライラ。流浪を好み最強と謳われた傭兵団を気に入って共に旅をしていたと聞いていますが、どうして暗殺者に。その傭兵団に何かあったのかしらね。訳があるんだな、暗殺者と共にいなければならない何かが。それにしても暗殺者と共にいて兵馬になってないなんて。あの暗殺者が汚れを生んでないんだ。まさか。純粋で清らかな心を持つ人は汚れを生まない。あの暗殺者はスレイさんと同じなのですね。暗殺者が純粋で清らかだって、そんなことってあるのか。見た通りよ、スレイ。本物か偽物かなんて関係ないか。ライラ、これが君の言う同志の宿命なんだね。そう、人間はあなたの気持ちなんて考えもしない。でも仕方ないのよ、それが人間なんだから。はい、これだけは耐えるしかありません。タフなのが取り柄でよかったな、スレイ。まったくだ。やっぱり協力してもらえないのかい。同志は天族を司り操るものでしょ。好きにすればいいわ。そんなの嫌だ、道具扱いじゃないか。エドナが嫌なら別の方法を考えるよ。どうしても女の子からやらせてって言わせたいのね。じゃあスレイさん、汚れますよ。変なやつだと分かっていたつもりだったが。何なのその使い古された反応。もういい、最初から手伝うつもりだったわ。はあ、お礼は。ありがとうございます。おお、お戻りかスレイ殿。様子はどんな感じなんですか。橋復旧のめどは全く立ちませんわい。ネイフトさん、俺が橋を復旧できるようにします。復旧できるようにじゃと。スレイ殿、一体何を。ともかくアリーシャ殿下を呼んでこよう。しばし待っていてくだされ。お待ちください、今すぐやるつもりなんですの。うん、早く安心させてあげたいし。ですが。人知を超えた力を示したあなたを人間がどう思うのか分かってる。分かってるつもりだ。そう、化け物扱いされて傷つかない人間はいないと思ってたわ。僕は止めるつもりはないけど、二人が誰のために言ってくれてるかよく考えてから決めるんだね。うん。
人々に忌み嫌われることが原因で、あなた自身が汚れを生むことになりかねないのですよ。本当にいいのね？そんなに心配しないで、俺は大丈夫だから。そうか。わかりましたわ。もう止めません。今のうちから慣れなきゃね。力を使うのにも、人のキーの目にも。あなた、本当にバカね。さてと、じゃあ、やるぞ。なんということじゃ。なんだよ今の。人間技じゃないぞ。これで橋の再建できますか？もちろんじゃ。なあ皆の衆。ネイフト殿、橋の復旧はお任せしてもよろしいか？うん、熟練した職人ばかりじゃ。あっという間に完成させてみせますぞ。それ、作業に取り掛かってくれ。おう。同志殿、同志殿、なんとお礼を言っていいか。お礼なんていいよ。いや、言わせてくれ。ありがとう。分かってくれる人もいる。え？ネイフトさん、薬をもらえますか？俺たちこのままマーリンドに向かいます。ちょっとでも早く届けた方がいいでしょ。お願いしてもよいかの？うん、ありがたい。よろしく頼みます。スレイ、私も一緒に川を渡れるだろうか？うん、アリーシャだけなら大丈夫。契約もしたからね。頼んだぞ。これは疫病のせいか？ミクリオ様、犬が苦手なんですね。それほどでも。心臓がドクドクしちゃうだけですのよ。
ちょっと。汚れを払い、加護を持って。ちょっ、レジスの刃、待ってろ、レジスの刃、襲撃。万有事実できたのか、無事に立ち切れ。大変よ。アグレッシブだ、やれ。クラッシュ、嘘、落ちて、沈んでくる。さあ、ケチラ、これはどうだ。安い子、ちょっ、万有事実続く膝元に、あのバルの刃、今のはなかなかだったんじゃないか。ミクリオが褒めるのは。町の中にこんな氷魔が。当然だよ、こんなに汚れが溢れてたら。しかも今の犬氷魔じゃない。はい、氷魔ハウンドドッグ、病原体が氷魔化したものですの。疫病そのものってことか。とにかく聖堂へ薬を届けないと。アリーシャ様、よくぞご無事で。薬を持ってきた。状況は？感染に歯止めがかかりません。警備兵まで罹患し、野犬の群れすら退治できないアリ様です。このままでは国全体に感染が広がる恐れも。そんな。まず薬を患者たちに。あ、はい。大丈夫さ、薬とか救護体制が整えば。あ、ハウンドドッグも僕たちで退治しよう。でも疫病を生んでいる原因はおそらく別ですわ。汚れを受けた強力な氷魔ね。ドラゴン？違う、氷魔よ。人間たちが気づいていない。降りる、あっちだ。まさか戦う気か？ドラゴンポイント。それを確かめないとだろ。引き際の判断は僕任せだろう。いいけど従えよ。氷魔ドラゴンパピー、ドラゴンの幼体の一つですわ。町の汚れがパピーに力を与えているみたいね。なら今のうちに何とかしないと。落ち着いて、アリーシャ。やばい。はあ、危ないところだった。すまない。まだやる気？だって放っておけないだろ。
エドナ、町の汚れがあいつに力を与えてるって言ったよね。多分だけど。じゃあまずそれを払えば。ええ、パピーの力を弱められるはずですわ。なんとも面倒な方法だね。そうだけど、損して得を取れだ。その作戦がいいと思う。例えは違う気がするが。力を弱めても下に下ろさないと戦えないぞ。その方法もきっとあるさ、みんながいれば。面倒かけに。急がば回れですよ、エドナさん。それですライラ様、損して得を取れじゃなくて、急がば回れ作戦開始だ。運ぶの手伝おうか？いえ、いいのよ。モンマス文化史にジェフリー文章、すごいな、初めて見た。繊細で貴重な書物が散逸しないよう別の場所に隠しているのよ。そういうことならなおさら俺も。本当にいいの、秘密の場所なのよ。このことは言わないでね、本を守るためだから。怪しすぎ。そうかな。でしょ、聞いてもないのに言い訳をペラペラ。秘密の書庫なんて聞いたこともないが。周囲を確認してくれ。疑いたくないのはわかるけど、怪しいだろ。本を墓地に埋めるわけないもんな。私も気になる。隠れて様子を見てみよう。わかった。調子に乗るんじゃねえぞ、アガサ。いいとこせんだ。アガサ！あなたは。本を守るって嘘だったんだ。ずっと母一人、娘一人で苦労してきたのよ。苦しい暮らし、救われないし。
嫌ってほど苦しんだのよ。少しだけいい目を見たっていいでしょ。汚れが。これは返してもらうぞ。警備隊に引き渡す。横領と窃盗の罪だ。分かってたのよ、いつかこうなるって。汚れが収まっていく。私にはもう必要ないわ。ネイフト代表に返してもらえるかしら。捕まって汚れが晴れるなんて。きっと心の底では望んでいたんですわ、罰せられることを。あの人やっぱり本が大好きだったんだな。面倒ね、人間って。本当に行くのか。ミクリオ様は幽霊も苦手なのですか。で、おつなぎしましょうか。じゃなくて、分かってるだろ、スレイ。かなりの領域を感じる強い兵馬がいるな。きっとあーと驚くようなやつですわね、美術館だけに。今のはアートと美術をかけた場を和ますためのシャレで。説明いらない。あ、今気づきました。いりましたわね、説明。さっさと来いってさ。行くしかないか。今古代語で書かれた石碑が見えたぞ。この氷魔が全ての元凶のようだな。よかったわね、ミクリオ。お化けじゃなくて。だからじゃれ合いは後。ロブクロス、レックスを膝元に。エアプレッシャー、天皇は自分たちの手に下がるんだ。ロブクロス、行くぞ。熱唱の槍、新勝利。カーディオン、
の鉄壁やな。お知り合いですか？ええ、昔ちょっと。うちはアタックゆうねん。よろしゅうな。変な名前だな。失礼やな。アタックはノルミン天族に伝わる由緒のある名前やねんで。はんなりしてるやろ。エドナ様の傘についているのと似てますよね。エドナさんのそれに触れちゃうとすっごく長くなるので後ほどに。そうなんですか？ライラ、ノルミン天族って？ちょっと変わった天族ですの。地の主になるほどの力はありませんが、他の天族のお手伝いができるんです。お手伝い？天族の力をいい感じに強めてくれるメイドさんみたいなものと言えばいいでしょうか。さすがはライラはんやね。うちのことよう分かったはるわ。メイドさん？分かったような分からないような。ライラの説明って時々適当だよね。ヤボテンさんには分からへんよ。うちとライラはんの関係はな。余裕で想像つくけど。まあ、ライラはんのお連れさんやし、ブブ漬けでもごちそうするわ。